海辺に立ち並ぶ松の直立した幹や、あっさりと描かれた松の根方、土葉を彩る箔など、大和絵に取材したかのような図様が施されている本作。その大和絵的な図様や重なり合う波紋に呼応させるかのように、松の葉むらを幾重にも重ねて描き、吉祥を表す工芸衣装の巧みさ、特に二孔の波と葉むらと土葉の合わさりを見事な構図で処理されているところなど、略歴はつばらかにできませんが、作者の技巧の高さ、ひいては衣装感覚に優れた注文主の存在をうかがわせます。鳳雲斎大宗匠の箱書きも添えられ、お茶会で映えるお道具です。